北海道小樽市で10、11日に開催された将棋の第36期竜王戦の第4局で、藤井聡太八冠がおやつに選んだ塩バター大福の人気が続いている。店の名前が藤井という縁で選ばれた一品だが、その見た目の愛らしさもあって SNS、ネット交流サービスで話題が沸騰した。インターネット注文の発送は来年5月以降になるほどだ。大福を製造するのは倶知安町のお菓子の藤井。道産のもち米を使ったこしあん大福で、大福に切り込みを入れ、カカオマスが目に、塩バタークリームが舌に見える。口を開けて笑ってこちらを見ているような、可愛らしい見た目が特徴だ。藤井聡太竜王は対局2日目の11日午前のおやつに、この大福を選んだ。これがニュースで伝えられると、直後からインターネット注文が殺到。通常は1日十数件の注文だったのが、翌12日にかけて30倍を超える約600件の注文が集中した。その後も、1週間で1500件、約2万個のネット注文が入った。塩バター大福は同店代表の藤井聡太千秋さん、42が2年前に生み出した。これまで作っていたいちご大福をアレンジし、いちごの代わりに塩バタークリームを入れた。だが、割れた大福から覗くあんバターは、赤いいちごに比べて華やかさがない。そこで、大福の表面にカカオマスで目をつけてみた。すると、塩バタークリームが舌のように見え、可愛い顔の和洋折衷の大福が生まれた。大福を手でつまむと、口の開き方や表情が変わる。その愛らしさなどから、たびたび SNS をにぎわせてきた。さらに、藤井聡太竜王がおやつに選ぶと、X、Twitter でトレンド入りするなど、一気に話題となった。竜王戦3連覇を果たした藤井聡太竜王は、一夜明けた12日の記者会見で、この大福を選んだ理由を記者から聞かれると、お店の名前を見て縁を感じました。写真で見た目も可愛らしかったので、と微笑んで語った。ネット注文は、発送が来年5月以降になるとホームページに記載してからは落ち着いている。しかし、店頭での人気は衰えない。1個280円で1日100個限定、1人4個まで、だが、午前10時の販売開始後、連日20分足らずで完売している。藤井聡太さんは、以前から、藤井聡太に、藤井を食べてほしい、と笑い話にしていました。実際に選ばれて、藤井聡太八冠が同じ名字であることも理由として語ってくれたことで、相思相愛だね、と友人たちと喜びました。可愛いものも好きだと伺っていたので、本当に嬉しいです、と話している。羽生善治九段、私の好きなおやつ、を突如大発表。意外な一品にファン、驚き、テンション上がった。将棋の羽生善治九段が28日までに自身の X、旧 Twitter を更新、好きなおやつ、を発表し、話題となっている。将棋の対局で出るおやつが時々話題になりますが、私の好きなおやつは1位チョコチップクッキー、2位信玄餅です、と突如つぶやいた。さらに、皆さんが1位2位を決めるとすると、何のおやつがおすすめですか、とフォロワーにおすすめを質問した。棋士が対局中に食べる勝負飯やおやつは何かと注目を集め、時には経済効果にも波及。特に21年6月の王位戦第1局で藤井聡太が名古屋発のスイーツ、ぴよりんをモチーフにしたぴよりんアイスを注文すると、3日後には6倍近い売り上げを記録。今月の第36期竜王戦では、藤井聡太が11日の第4局2日目午前のおやつに選んだ北海道倶知安町の菓子店、お菓子の藤井の塩バター大福には通常の30倍の注文が寄せられた。羽生九段の投稿に、フォロワーからは好きなおやつの回答が多数あったほか、
羽生先生ファンが明日この2本を買いに走る姿が目に見えます。対局のおやつ、拝見するのがとても楽しみです。信玄餅にテンションが上がりました。市販のチョコチップクッキーの中では、やはりミスター伊藤が頭一つ抜けてる感じがいたします。羽生先生がその2つを選ばれたというのは驚きでした。いつも違うものを番勝負で頼まれていらっしゃいましたから、羽生さんチョコお好きなんですか、などとコメントが寄せられた。